公益財団法人、辰馬考古資料館は、兵庫県西宮市にある人文科学系で、兵庫県の登録博物館。同資料館の東側は、宿川公園日本の考古資料の保全を目的に、辰馬本家の分家である、北辰馬や、当主、三代辰馬越蔵が1976年に設立した。道卓、道教、土偶、縄文土器、 玉など国の重要文化財21件を含む500件余りを所蔵する。特に銅卓のコレクションは日本屈指であると評価されている。また、日本画家、富岡鉄斎の画造品コレクションでも知られ、筆聖の大作、安倍中丸名も持続図、円通大師クレモイン製図屏風一層を含む名品150点を所蔵している。三代達馬悦は、 京都帝国大学に学び、家業の手造の傍ら、考古学の研究と考古資料の収集に努めた。中でも、銅卓のコレクションは、質、量ともに、日本有数のものである。三代越造は、大阪湾沿岸周辺で、数多く出土する銅卓が、現地にとどまらずに散逸し、一部は海外に流出していることを知り、 研究資料の保全のためには自ら収集するほか、ないと考えた。当館所蔵の広告資料の中には、他の個人コレクションを越像が入手したものもある。茨城県福田貝塚湿土の中高土器、道県市一課貝塚湿土の中高土器、千葉県予算、貝塚湿土の土偶などは、高島目氏という人物が20世紀初頭に採集したものであった。 高島は1866年に現在の福井県で生まれ、東京人類学会会員であったが、1922年にコレクションを手放した。そのコレクションは、滋賀県長浜市にあった財団法人下法協祭会の所蔵となったが、太平洋戦争後、同会からさらに移動した。その一部は1951年に、辰馬越造の所有となり、残りの一部は、 昭和30年代に大阪市所有となった。なお、東刊所像の長戸国中戦遺物も下郷協再会の急増である。東刊所像の縄文時代の遺物には、工藤有竜という人物のコレクションが含まれている。工藤は元広崎藩士で、維新後は青森県田舎建村の村長や小学校長を務めた。東刊所像の旧工藤コレクションのうち、 青森県亀川岡遺跡出土の中高土器は重要文化財に指定されている。当館には考古資料以外に富岡鉄塞の絵画のコレクションがある。これは、三代越造の祖父、越僧が鉄塞の地記であったことからもたらされたものである。ありがとうございます。